皆さん、ついに始まりました年に一度の特大ビッグセールイベント Amazon プライムデーセール、もうすでに始まっております。で、開催期間改めておさらいしておきますと、本日7月の12日火曜日の深夜0時からもスタートしておりまして、終了は明日ですよ皆さん。明日の7月13日の23時59分までと、48時間しかございませんので、皆さんお気をつけください。じゃあ早速ね、もう激安商品大量にピックアップしましたんで、もうね紹介していきたいと思います。はい、まず最初こちら、はい来ました、我らが愛すべきシャオミさん様の最強スマートウォッチですね、シャオミミニウォッチでございます。めちゃくちゃ安いですよこれ。定価 12,980円が 19% オフで 14,885円で購入できます。これめちゃくちゃお買い得ですよ。今円安の影響でね、まあ、あのシャオミのスマートウォッチ、まあ、特にこのミニウォッチってね、あの値段高騰してるんですよ。定価でね 13,980円のはずなんですが、なぜか今回はですね、セールでめちゃくちゃ安く買えるということでございます。これマジでお買い得でございます。はい、もうスペックはね紹介しません。もう散々ね、過去1年半、2ヶ月ですね、当チャンネルでも解説しまくってるんで、気になる方、動画チェックしてみてください。はい、で次来ました、こちら、シャオミミーバンド6でございます。15% オフですね。これめちゃくちゃ安いですね。これに関してはね、前回かな、まあ、動画でも紹介しましたけども、これのまあ後継機ですね、今年モデルの、シャオミバンド7という、まあ、第7世代が、まあ、現在まあ予約中なので、まあ、それに合わせて安くしてるっていうことなんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあね、これの最新モデルのミーバンド7、に関しては6400円ということで、まあ、1500円ぐらい高いんで、まあ、できるだけね、価格を抑えてスマートバンドね、小型の、まあ、スマートウォッチ欲しいよって方はおすすめでございます。はい、で、次こちら、シャオミウォッチ S1 アクティブでございます。はい、これも相当安いぞ。30% オフ、16,000円で買えるということでございます。これに関しては、Amazon においては最安値更新してますね。まあ、シャオミのオフィシャルストアだとね、16,000円とかで買えたりしますけれども、まあ、これ簡単にどういうものか紹介すると、一番最初に紹介したミーウォッチの、今年モデルっていうのかな。まあ、最新モデルの、次世代スマートウォッチになってます。まあ、定価だとちょっとね、スペック低いんですが、まあ、この16,000円台であれば、まあ、結構まあコストパフォーマンス高いと思います。はい、で次こちら、シャオミウォッチ S1 ですね。これも安いね。定価 32,980円が 18% オフで 16,900円ということでございます。まあ、これはさっき紹介した S1 アクティブの、まあ、あのエレガントモデルというかね、まあ、高級バージョンのものになっているということでございまして、まあ、スペックに関してはほぼほぼまあアクティブと同じなんですが、最大のまあ違いっていうのはこの、外観のスペックですね。はい、これディスプレイにサファイアガラスというですね、耐久性の非常に高いガラスが載ってまして、でスマートウォッチのベーゼル本体もまあステンレス鋼を採用してるんで、まあ、あの長寿命に使えますよっていう、まあ高級バージョンになってます。はい、で次こちら、シャオミレッドミウォッチTo Light でございます。これ値引き率すごいね。28% オフで6,466円ということでございます。これも発売以降を過去最安値じゃないかな。過去最安値更新してますね。まあこれもまあなかなかコストパフォーマンスは高いんですが、まあたびたびね紹介してますけれども、まあアリエクスプレス使えるよっていう人は、これのまあ完全上位互換製品がですね、ポコブランドから出ておりますので、ポコウォッチってやつね。まあちょっと今値段高いけどね、8800円。はい、で次、スマホですね。シャオミ 11T Pro でございます。これすごい安いね。定価69,800円が 25% オフの52,350円ということでございます。これ超お買い得ですよ皆さん。これも過去最安値更新してない？これもまあ俺過去にレビューしてますし、今現状まあメイン機で使ってるんですけれども、何と言っても特徴はあれですね、スナップドラゴンの888、パパパを積んでまして、シャオミハイパーチャージ 120W の急速充電に対応しているということなんで、まあ約20分で満充電まで到達できるというですね、最強スペックになっていると。でカメラも1億800万画素の画素数を誇ってまして、デュアルスピーカーになってまして、ハーマンカードンというまあブランドのスピーカーが内蔵されているということでございます。で次こちら、レッドミーノート11 Pro 5G でございます。これは日本でつい先日ですね、公式展開されたばかりのミドルレンジというか、まあエントリーモデルっていうのかな、ミドルレンジのまあスマホになってます。ディスプレイはアモレットディスプレイになっておりまして、 120Hz の高リフレッシュレートに対応で、急速充電は 67W の、ターボチャージに、対応してまして、スナップドラゴンは、695 5G ですね。でフェリカにも対応していた。カメラは1億800万画素と、これの俺上位モデルね、プロプラス 5G レビューしたことありますけれどもね、気になる方、レビュー動画ちょっとチェックしてみてください。はい、で次こちら、はい、シャオミレッドミバッツ3プロでございます。 QY の愛用イヤホンですね。はい、メイン機として使ってました。 35% オフで4500円ということで、これもだからあれだよね、ほら見てください、過去最安値更新してますね、販売されて以降ね。
これめちゃくちゃコスパいいですよ。まあ、簡単にスペック申し上げるとこちらですね。はい、最大 35dB のアクティブノイズキャンセリング採用してます。結構強めですね。まあ、10段階中まあ6点くらいかな。まあ、この4500円だったらねかなり強力です。で、急速充電にも対応してまして、ワイヤレス充電に対応してるんですよ。で、イヤホン単体で6時間のバッテリー持ち、ケースを入れると28時間で、しかもマルチポイントに対応してるんですよね。最大2台まで同時接続できます。非常に便利でございます。で、 IPX4 の防水対応になってます。はい。で、インイヤー検出といってね、イヤホンを耳から外したりとかすると、勝手にそれを検知して、音楽が止まってくれたりとかっていう、そういう便利な機能もついてると。で、その他、我らが愛すべきシャオミ様、いろいろ安くなっているわけでございますよ。はい。こういった、まあ、普通の、ノイキャンなしのイヤホンとかもね、3800円で購入できたりとか、あと、毎度おなじみ、ミー空気清浄機ね。はい。ここら辺もすごい、30% オフで、19,900円が13,000円台で買えたりとかね。あと、ミーハンディークリーナーとかも 20% オフで買えたりとかします。はい。で、次、こっから我らが愛すべき、ファーウェイ様でございます。ファーウェイも今回やっぱすごいね、プライムデーということで、これ見てください。一発目すごいですよ。ファーウェイバンド6ね。はい。今年、まあ、7がまあ発売されて、まあ、毎度のごとくですけど、めちゃくちゃメガヒットしますが、昨年のモデルですね、2021年モデルがすごいです。これ 43% オフ。これコスパエグいですよ。これ今回のスマートウォッチの中でですね、一番かもしれない、このコストパフォーマンス。これもだから過去最安に更新してますよね。スペックはいいよね。私がですね、勝手に今世界最強スマートバンドと名付けて、昨年このスマートウォッチがいかにすごいかっていうのをですね、まあ再三プレゼンしてきたわけでございます。で、昨年2021年の、スマートウォッチ年間総合ランキングでも栄える第3位に輝いた2021年コスパ最強スマートバンドでございます。全然現役今年でも使えますよ。で、次来ました。久しぶりにカムバックしてきました。はい。ファーウェイウォッチフィットエレガントエージョン。これすごいね。久々にカムバックしてきて過去最安値更新してます。見てください、これ。定価19,800円が45% オフの18,800円。これマジでエグいっすよ、皆さん。これ。だこれももう、スペックは言いませんけれども、ファーウェイウォッチフィット通常版の、まあ、エレガントモデルということで、まあ、高級路線の製品になってまして、特徴っていうのは、スマートバンドの、まあ、ストラップのところがですね、フルオロエラストマーというですね、高級材質使ってまして、スマートウォッチのベゼルですね、ここの、まあ、際のところも、まあ、ステンレスというですね、まあ、耐久性の高いものを採用しております。で、中身のスペックも、まあ、非常に高いですね。血中酸素濃度も24時間連続計測できますし、1.64 インチの大画面アモレットディスプレイになってまして、しかも急速充電に対応しててバッテリー持ち10日間と、まあ、非常に高スペックでございますね。おすすめでございます。はい。で、次こちら来ました。これもやばい価格。ファーウェイウォッチ GT ランナーすごいぞ。定価 34,980円が25,000円で買えるという、これどういうことですかっていう、これはちょっと価格破壊で、これマジでやばい。これもだから一時期ね、俺レビューした頃はね、もうしょっちゅうつけてましたね。なんならまあハイエンドモデルの製品で、しばらく俺の中でね、王者に君臨していた最強製品ですね。では簡単にスペック紹介すると、ファーウェイウォッチ GT ランナーという名前の通りですね、でまあランニングとかそういったまあワークアウトに特化したスマートウォッチになってまして、こういう風にですね、科学的なランニングプログラムというですね、まあランニングに特化したまあ高度な分析ができるわけでございます。ランニング能力指数とかトレーニング負荷とかね、あと乳酸域値とかっていうですね、非常に高度な分析もできます。こういったものができるものって、日本で購入できる製品に限って言えばこの GT ランナーしかございません。で、心拍数などの測定精度に関してもトップクラスでございます。現存するファーウェイの製品の中でナンバーワン、最上位の、アルゴリズムですね、ファーウェイトゥルーシン 5.0 プラスというものを採用しております。で、GPS も当然内蔵されてまして、デュアルバンドの、5サテライトシステムになっているとにもかかわらず非常に軽量なんですよね。まあランニングに特化しているということで、まあ、丸型で結構サイズ感としては大きいんですが 38.5g しかないというですね。で、バッテリー持ちはまあ2週間と、もう申し分ないハイエンド製品になってます。で、その他ファーウェイ製品、まあ、スマート違いもまあさすがプライムデーということで非常にお買い得になっております。こういったまあファーウェイメイトビュー GT とかっていうまあモニターですね、はあの曲面モニター、これも非常に安いですね。65,800円が 20% オフの 52,000円で買えたりとか、あとファーウェイメイトビューですね、これ過去にレビューしましたよね。大画面の 28.2 インチのモニター、これも安いですね。 20% オフの 63,790円と、あとまあ完全ワイヤレスイヤホンとかも安くなってますね。15% オフで5,480円、なかなかお買い得でございます。で、次こちらティクウォッチプロ3ウルトラ、これもすごい安いね。定価 35,999円が 23% オフの 27,580円と、これは過去最安値かな、がそんなこともないか、2ヶ月前にまあ同価格まで落ちてますけれども、まあ2ヶ月ぶりの最安値更新といった感じですかね。はい。これも俺ね、まあ過去にレビューして非常に高評価した、ハイエンド製品になってますね。まあ特徴としてはまあ Google Wear OS
OS というですね、まあ、あの、Google が開発したスマートウォッチ専門 OS を、内蔵しておりまして、で、まあ、大きな特徴ってのはこれなんですよね。デュアルディスプレイね、ここにも書いてある二層ディスプレイっていう面白いですね、テクノロジーを採用してますんで、こうやってね、フルカラーのアモレットディスプレイと、あと、Kindle Paper White みたいな、まあ、e インクディスプレイ的なね、こういうなんか白黒風のディスプレイに切り替えることができるんですよ。で、これを、まあ、あの、活用することによって、バッテリー持ちがなんとね、Wear OS 搭載してるにもかかわらず、最大、45日間持つっていうね、非常に驚異的な、バッテリー持ちを保護ってるということでございます。で、普通に使っても、まあ、72時間ね、スペック値でね、3日間持つということですね。非常にまあ、驚異的なバッテリー持ち。で、GPS もまあ、あの、5サテライトになってます。超高精度ですね。で、こういうふうに、まあ、疲労計測機能というね、まあ、面白い、まあ、エネルギー機能みたいなね、自分の体力の残量を数値でモニタリングできたりとか、あと、ストレスモニタリングもできます。で、プラスね、ここには書いてないんですけれども、アメリカ国防総省の軍事規格がですね、ミル規格 810G 採用してますんで、スマートウォッチ本体の耐久性もまあ、トップクラスになってます。かなりコストパフォーマンス高いです。はい。で、次、ティクウォッチ GTH、 これも安い、8599円が 41% オフの5098円ということでございます。これも安いね。まあ、これはまあ毎月安くなってる気しますけれども、特徴はまあ体温測定機能がついてるっていうことですね。珍しいんですよね。日本でまあ公式販売しているスマートウォッチの中で現状体温測定ができるスマートウォッチってこの製品しかございませんから、これも過去にレビューしましたんで、気になる方ちょっとチェックしてみてください。はい。で、次こちら、リアルミバン2でございます。はい。定価5880円が 59% オフ。これは安いけれども、これもだから先月も同じような価格まで落ちてる？そんなことないか。これもだから過去最安値ですね。これ2490円だったらかなりお得ですよ。まあ、ただね、その反面ちょっと、まあ、値段相応と言っちゃあれですけど、まあ、スペックとしてはそんな高くないです。ディスプレイもアモレットディスプレイではなくて TFT スクリーンになってまして、で、操作性とかもね、結構もっさりしてるというか、あんまり快適感はないです。で、ストレスモニタリングとかついてないんですよね。血中酸素と心拍数ぐらい。まあでも2400円だったらまあいいんじゃないかなっていう感じ。で、次、Oppo Band Style でございます。これも安いね。定価4480円が 11% オフで、3973円と。これも俺過去にレビューしましたよね。まあ日本版ではなくて中国版をまあレビューしましたけれども、これもね、ほら、血中酸素濃度24時間連続計測できて、バークアウトモードは12種類。で、1.1 インチのアモレットディスプレイということで、まあ結構まあ古い製品なんでね、2020年だったかな、中国版が発売されたのはね。日本版に関しては確か2021年だと思いますけど、まあ、ちょっとまあ前の製品なんで画面サイズはちょっと小さい気がしますね。 1.1 インチだからね。まあでもこの値段考えればかなりまあ お得な製品じゃないでしょうかね。はい。で、次これ、Oppo Watch Free。これもね、安くなってます。25% オフの7480円。これ安いね。これもだから過去最安値更新してるよね。更新してるね。これもまあ昨日の生配信でね、紹介しましたけれども。まあなんといっても特徴はね、この睡眠分析に特化した、スマートウォッチになってるということですね。ここにも書いてあるんですね。睡眠中のいびきのモニタリングができたりとか、睡眠中に血中酸素レベルをですね、秒単位で毎秒測定することができるっていうね、この秒単位で測定できる製品っていうのはですね、現存、するスマートウォッチの中でこの製品のみでございます。日本で買えるものだとね。はい。で、 1.64 インチの大画面のアモレットディスプレイになってまして、ワークアウトモード100種類で、バッテリー持ちは14日間ということで、急速充電にも対応してます。非常にコストパフォーマンス高いですね。おすすめでございます。で、次来ました。はい。 Galaxy Watch 4、 これも価格破壊してるね。定価2万8000円が2万5000円で買えるということでございます。これもだから、何度も紹介してますけれども、やっぱ大きな特徴はこれですね。業界初、体組成をですね、気軽に測定できるというですね、もうとんでもない革新的な機能がついてるわけでございます。まあ、体組成計っていうね、まあ、スケールに乗らないと測れないような、これ体脂肪率とかね、あと筋肉量とかね、骨量とかをこのスマートウォッチで計測できるっていうね。で、プラス、これね、Google Wear OS Powered by Samsung というですね、昨年リリースされたばかりの新世代 Wear OS が内蔵されてますんで、操作性も非常にスムーズですし、こうやってね、まあ、可愛いアニメーションを使った文字盤が採用されてたりとかします。で、ちょっとしたね、裏技を使うことによって、血圧測定ができたりとか、心電図も測れちゃうっていうね、最強製品になってます。これも、かなりおすすめでございます。はい。で、次こちら、Amazfit 製品でございます。今回かなりね、安くなってます。まずこちら、Amazfit GT-R3 Pro ね。これめちゃくちゃ安いですよ。39,800 円定価が 29,850 円ということでございます。で、これね、今ね、円安の影響で海外通販サイト AliExpress だともっと高いんですよ。まあ、もっとっていうか若干だけどね。ほら、3万100円。AliExpress よりも安いっていう、珍しいよね。Amazfit でね。うん、こんなこと言って失礼かもしれないですけれども。今回のプライムデーでめちゃくちゃお得に買えます。で、まあ、特徴っていうのは、まあ、いくつかあるんですけれども、やっぱり大きな魅力っていうのはこれですよね。
メイズフィット独自のね改造感とか、あとモーショングラフィックスのまあ聞いたですね、文字盤とかそういったユーザーインターフェースが採用されてるっていうところで、プラスAmazon Alexa ですね、音声アシスタントにもまあ日本語対応してますし、ワークアウトモード150種類以上で、衛星測定システムに関しては5サテライトになってるということなんで超高精度になってます。でその他普通にですね、音楽保存も最大500曲できますし、 Bluetooth 通話機能もついてます。なかなかあの魅力的な製品になってます。で次 DJI のアクションカメラ安くなってます。 DJI Action 2 Duo というものでございます。これすごいぞ。定価 63,800円が 38,208円ということで、これは約、40% ぐらい安くなってるのかな。これすごいね。まあちょっと俺はこれレビューしたことないんでね、まあ一概にこう使用感とかは言えないですけれども、まあ、DJI から今年でしたよね、これ新しく発売されたばかりの最新のですねアクションカメラになっております。はい、気になる方ちょっとね、他の方のレビューちょっと見てください。俺こういうカメラ好きだからね、ちょっとどうしても紹介してくなっちゃいました。ちなみにこれまた競合ブランドですけれども、 GoPro が安くなってますね。 GoPro Hero 10というものでございます。最新モデルですね。はい、 10% オフ、まあそんなに値引き率高くないですけれども、こういったまあいろんなパックになってて 85,310 円で買えるということでございます。いいよね GoPro ね。その他イヤホンいろいろ安くなってます。 Oppoアンコーバッツというものも安くなってますね。俺これレビューしたことはないかな。違うタイプのアンコーバージョンはレビューしたことありますけれどもね。はい、4480円。あとこれレビューしましたね、俺シャオミのレッドミバッツ3ライトってやつですね。まあ序盤で紹介したレッドミ3プロのまあ買いモデルという位置づけのものかな、うん、ノイキャンがついてない、超格安の、イヤホンですね。2393円、めちゃくちゃ安いね。あとこれだ、オッポアンコーフリーツ。俺これレビューしましたね。これめちゃくちゃいいね。めちゃくちゃ安い。これ 13,980円、43% オフ、7908円。これめちゃくちゃコスパいいぞ。これすごいな。これだってアリエクスプレスで確かこれくらいの値段ですよ。これ本当にね俺気に入ってます。うん、ノイズキャンセリングがね半端ないし、あのフィット感がいいんですよね。しかもこれね AI エンジンというか、その人工知能がですね、ほらこれ自分の耳にぴったりのベストな音質にね自動補正してくるんですよ。これサウンドイコライザー機能っていうね、めちゃくちゃ面白くてめちゃくちゃ魅力的な製品でございます。これめちゃくちゃ気に入ってる。めちゃくちゃうるさいけれども、はい、で次ここから Amazon デバイスでございます。はい、 Fire TV Stick これすごいね。60% の1980円で買える。これすごい。で、エコーシリーズとかも安くなってますね。Amazon エコー第4世代が 49% オフで6080円。エコードット第4世代も64% オフで2100円とかね。あと最近発売されたばかりのこれエコーショーってやつね、壁掛けのやつね、これも安くなってますね。 42% オフ、こんな安くでいいの。 17480円で買えたりとかします。で、あと Kindle Paperwhite ね、一番安いのはこれかな。フロントライト搭載のですね通常モデルっていうか、まあローエンドモデルですね。 36% オフ、6980円。その次にオアシスかな、 29% オフ、24980円ね。通常のなんていうのがペーパーホワイトも安くなってます。 27% オフ、19980円。お買い得ですね。はい、でその他 Amazon ベーシック製品もですねかなり安くなってます。はい、結構俺は愛用してるね、こういうね Amazon の、充電池とかもね安くなってますね。 35% オフ、これ便利なんですよね。充電池だから充電してあげれば何度もね使い回せるっていうね、最大まあ1000回ぐらいまあ使用可能っていうね、まあ、非常に便利な、あの汎用性の高いですね、まあ、乾電池というか充電池になってます。おすすめでございます。はい、で次、毎度おなじみアンカー製品でございますね。はい、これもまあ毎回紹介しますけど、アンカーパワーウェイブ10パッドというですね、まあワイヤレスチャージングデバイスでございますね20% オフで、1192円ということでございます。で、アンカーマグネティックケーブルホルダーというものも安くなってます。これもまあ俺使ってますけれどもね、まあ、ケーブル整理整頓できる便利グッズ的なやつですね。はい、1352円。はい、で最後私が愛用しているメンズ、ヘルスケア商品をちょっと紹介しておきましょうか。はい、こちらニールというブランドのオールインワンローションでございます。あ、これあれだね、パッケージ変わってるね。はい、昨年の6月、もう1年前かに買ったものでございますけど、これまだね切れてないですね。まだ切れてない。1年間使ってますけれどもまだ残ってる。非常にまあ長持ちでお得な化粧水になっております。 30% オフで1730円で買えます。これいいですよ。オールインワンなんで、まあ俺みたいなめんどくさがり屋な人間にとっては非常に便利なあの製品になってまして、もう何も他に何もする必要ないんですよ。なんか
化粧水とかなんか乳液とかあるじゃないですか、よくわかんないですけど、そういうの、が全部入ってるんで、とりあえずお風呂上がった後に、これつけてくださいとか、あとこれシェービングね、髭剃った後にこれつければ OK ですっていう、まあ便利というか、楽ちんな、まあメンズの、化粧水になってます。おすすめでございます。はい、ということで今回こんな感じになります。ぜひね、参考にしてみてください。明日、7月の13日、23時59までございます。はい、ということでまた次の動画でお会いいたしましょう。